リーグ連覇から一点2023年は5位に低迷したヤクルト。野球日本代表、侍ジャパンの4番も背負った村上宗隆内野手ら軸になる打者がいるだけに、派遣奪回のキーポイントは現優戦力の底上げだろう。球団 OB で野球評論家の坂口千隆が開幕スタメンを予想した。リーグ3連覇を狙った2023年シーズンはまさかの結果に終わった。 投手陣はリーグワーストのチーム防御率3.66、567失点。野手陣も史上最年少三冠王の村上がシーズン序盤に不振、一番として期待された塩見安高がけがで離脱。チーム打率239はリーグ5位だった。どのチームにも言えることだが、シーズンを通して理想の打順を継続させることは難しい。ただ、坂口氏は、ヤクルトに関して言えば、 ここ2年のメンバーが本来の働きを見せれば打線に関しては上位を十分に狙えると確信している。打線の核として真っ先に指名したのは、1番、中堅、の塩見だ。塩見は下半身のコンディション不良で2023年シーズンは51試合の出場に終わった。体調が万全なら走攻守でチームを引っ張る役割を担うだけに、チームの順位に直結すると言ってもいいぐらい。 ヤクルトの1番は塩見選手しかいないと期待を込める塩見に続くのは2番左翼で山崎幸太郎中軸からは3番二塁で山田哲人4番三塁に村上5番右翼でドミンゴ・サンタナを指名状態次第だが2番は新加入の西川春樹選手も面白い中軸はある程度数字は計算できる 山田選手もコンディションさえ整えれば数字はまだまだ残せると口にする下田打線も昨シーズンとほぼ変わらないメンバーを挙げた6番捕手で中村悠平7番一塁でホセオスナ8番遊撃には長岡秀樹を並べる長岡選手は1軍の経験は十分に積んだ今年はある程度の数字が求められるし出さないといけない立場と注目 その他にレギュラー争いに割って入る可能性がある選手として、竹岡隆盛、浜田大輝、内山相馬、並木周尊らを挙げる。開幕投手には昨季、チーム唯一の2桁勝利、10勝、をマークした小川康博を押した。ヤクルトはそこまでベテラン頼りのチームではない。ラインナップを見ても若手、中堅、助っ人のバランスはいい。強いて言うなら、もう少し下からの突き上げが欲しいところ。 ただ、何度も言いますが、ヤクルトの鍵を握るのは塩見選手。彼がどれだけ試合に出られるか、村上選手の前にチャンスを作ることができれば得点力はかなり上がるはずです。セリーグは戦力が充実する阪神が頭一つ抜けているが、他チームの戦力は拮抗している。リーグ連覇を経験したヤクルトの逆襲に期待したい。